前回対戦の悔しさをしっかりと晴らす勝ち点3となりました。90分どう振り返られるでしょうか。いや本当にあの10人になったのもありますけれども、あの選手が愚直にやれることをしっかりとやってくれた、まあ、そういうのがこういう結果につながったんだと思います。対岩田という部分で持っていたゲームプランどんなものだったでしょうか。ボールを握りながら相手の守備の、まあ、隙というか弱いところを突きたいというのと、まあ、その中でサイドを崩したいというところがあって、まあ、1点目もあのルキアン選手の、まあ、背負ってからのプレーですけれども、あれも一つの狙いとしてありましたし、ああやって縦に差し込むところは今日はプランとしてあって、全員がそれを理解して90分としてやってくれたと思います。そして今お話にもあった今日重ねた5つのゴール、これどう評価されますか。やっぱり点を取りたいですし、まあ、今日は何より点を取られなかったというところも大きいですし、自分たちが、まあ、ゲームを支配して、できたところには自信を持ちたい、まあ、その反面相手が10人になってしまったというところもあると思いますし、あの11人でもそれができるように目指していきたいですし、まあ、何よりホームでそういうゲームができたというのは本当に皆さんの何ていうんですかね、今までここでそういうゲームができてなかったんで、あのそういうところも、まあ、表現できてよかったと思います。内容がしっかりと結果にも現れたゲームだったようにも思います。今日の1試合を通して得た手応え、そしてもしその中にあるとするならばもっと求めていく部分、これから後半の部分に向けてあれば教えてください。まあ、相手を見て選ぶところであったり、まあ、攻撃のところでそのテンポ上げていくところというのは本当に良かったと思いますし、それは継続してやっていきたいですし、まあ、カウンターで何本か危ないチャンスがあったので、やっぱりそういう隙、一本の隙がゲームをまあ左右させるので、そういうのも痛い目を見てきたので、まあ、全て良かったとは思いますけれども、そういうところはまあ教育として次に向かいたいと思います。ありがとうございました。はい。